はい、どうも皆さん、お久しぶりでございます。はい、マリオオデッセイをね、で、僕を知ってくださった方、多分多々いると思うんですよ。懐かしいね、この曲。完全マリオの鼻が擦れてると思ったら全然擦れてなかった。あー、擦れないようになってる。素晴らしい。はい。まあ本当に久々のね、マリオオデッセイでございます。まあ僕がね、そのゆっくり実況からっていうかね、事後になった、まあ根源って言ったらなんか変な感じするけど、元となったね、マリオオデッセイなんですけど、まあある程度やることやり尽くしたから、もういいかなって思ってたんですけど、ちょっとね、今回スイッチで、そのキャラクターで遊んでたんですよ。なんか、いろんな、なんか面白いキャラクター、新しい、なんかその僕のスイッチのミーを作りたくて、その、遊んでたらね、なんか青鬼っぽいのが作れたの、それを今回ちょっとね、バルーンにしたいなってことで、今回オデッセイにしてみました。いや、兄さん。どの面下げてここに来た？おめえ最近マリオメーカーとかマリオデラックスしかやってねえんだろ、早くどっか帰れよ。マリオオデッセイの世界にもう二度と帰ってくんじゃねえぞ。なんだお前、最近青鬼やってるからってお前それを利用してお前青鬼にあやがってお前サムネとか作るつもりだろ。そんなことさせねえぞ絶対。ごめん、ルイージ本当にごめん、ちょっと一回だけ許して。違う、本当にね、マリオオデッセイをなんとなくもうやりたくなったんですよ。バルーンとかバルーンファインドをやりたくなっただけなんです。兄さん、その格好はどうかな。いや、いいね、すごいよ。頭にすごい斧が刺さって今にも出血作業で死にそうだ。いや、そのままでいてくれ兄さん。よーし、じゃあ行くぞ。お金、待って違う、お金がない。待って、コイン4枚しかない。待って、ちょとりあえず今ちょっと探しに行こう。ちょっと集めてまいります。ちょっと待っててください。やばいな、めっちゃ操作がもう、おーぼー、危ねえ。めっちゃ操作がおぼつかない。もう久々すぎて。あ、ここも確かコインあったな。コインっていうか本当はパワームーンがあるんだけど、こうやってやるとまあコインが、あー、ちょっと待って、これまだゲットしてないコインじゃん。やったぜ。とりあえずどんどん取っていこう。ゴミ袋の下に、ってことはトライアングルの下にあったってことか。なんだ、ここにも確か、ん、違う、これパープルコイン、パープル、違う、私が欲しいのここです。はい、ありがとうございます。ヘイマイブラザー、こんだけあれば十分でしょう。44、こっから貯めていきます。いや兄さん、さあ行くぞ、対戦だ。まずはちょっと15枚とかな、そう、これどうですか、ちょっと青鬼っぽくないですか。目とかね、その目を青鬼っぽくして全体、本当はね、その目のその間、これもなんとか青にしようとしたんですけど、なんとかちょっとすることができなかったと。ということで、まず風船を隠します。風船をどこに隠すか、やっぱりちょっと青鬼のね、風船を隠したいので、皆さんよかったらやってみてください。はい、制限時間30秒ですね。ほら、可愛くない？これ青鬼ですよね。多分ね、最大限まで青鬼に似せてみました。どこにしようかな。あれ、あっちも行けたっけ？ルイージの方。ルイージが元からいたところ行けたっけな。行けるんだったらそれ行きたいけど、まあ、一番、安牌というか、一番隠しやすいところって言ったら、まあ、ここなんですよ。このね。ここ行って、上行って、スクーターに乗っていくっていうのが一番まあ、あり得るところなので、まあ、そこに隠していってもいいんですけど、どうしようかな。まあ、とりあえず、都市の国はそこに隠そうか。待って、違う、トライアングルさん、違う。トライアングルさん、違う。いけ、レッツルゴーだ。そう、こっからジャンプ。まあ、時間は多分、余裕はあるんでいいんですけど、できるだけ早めに隠した方が、で、ここだ。あ、待ちた、水に無事だ。待って、上、ここで、いやー、よろしくないな。まあいいや、とりあえず、まあここにとりあえず隠しますね。はい、まあここに隠しとけるので、よかったらやっていただけたら嬉しいんですが、ここは分かりやすいな。じゃあちょっと風船探しますか。とりあえず隠しといたんで、遊ぶコインは45枚足りない。じゃあまずこれでちょっと稼ぎましょう。これは、待って、嫌な予感がする。こっちにしよう。これは170、これこと、これこそ、さっき僕が隠したところじゃない？え、そんな、あれ？もしかして、簡単になっちゃった感じ？え、だって170、いやー、多分、あれだな。多分今僕が隠したところだな。え、ってことそんな簡単なの？今って。なんか前まですごい難しい位置だったんですけど。そっか、もう分かり、なんか、なんだろう、もう、おなじみすぎて、みんな簡単にやっちゃうから、もしかしたら簡単になった可能性があるな。そんなに難しくないギミックになってしまった可能性がある。ぽいな。あー、なるほどね。じゃあ僕が隠したところは全然だったってことですね。よいしょ。で、多分この上だよね。ぽいですね。あー、なんだ、こんな簡単になってんだ今。もう15枚っていうか、そのレベルなんだ。ってことはかなり難しいところだとどうなるんだ。
だってこれで15でしょ。ってことは120とかここら辺とかさ、え、でも似てない？え、これさ、これ当てていいですか？え、あ、残り1枚足りません。あ、これも多分当てていいですか？僕あのね、これはさっき木があったじゃないですか、じゃなくてもう一個奥、もうそのままちょっととりあえず行ってみます。多分ね、隠すものそこしかないんだろうな。間違えた間違えた。まあ多分時間は余裕ある、時間でも余裕あるんで、多分ねさっき今隠したこの木じゃなくてもう一個奥、土管の裏、そこに多分あると思うんですよね。こうしていくじゃないですか、走る走れ走れ巻き場を押して、こっからあの奥です。あ、普通にあるんじゃない、どういうこと、その、え、ちょっと待って、この15枚とさ境界線は何、ここしかないんだよな。やった、オッケー。え、120枚も多分変わんないんじゃないかな。え、大丈夫かな、トランクさん。これで、でももう動画終わっちゃいますよって。いや、違う、大丈夫です。ランクが上がった、やったぜ、めっちゃもらえた。やったぜ。これ、新しい衣装もらえるかもしれないけど、とりあえずもう一回やろうか。新しい衣装っていうか、ないんですけどね。これ、これ、これ。これも多分ね、ん？違う。104。え？どこだ？ 21 秒、早いな。え？やってみるか。はぁ、あ。ちょっと待ってよ。104。あっち側ってことは別で、ここじゃないかな、このこれを上行かないと、あ、ミスった、バカ、あー、ミスりました。待って多分これでいいと思うんですけど、で、はい、オッケー、あはー、で、こうしてオッケーだ。いや、意外とやっぱり隠すところは少ないんだろうな、このマリオデッセイってか、もう都市の国はね。よし、じゃあ次、別のとこ行きましょうか。405枚やったぜ。ちょっと待って、カービィのタコってあるんだけど。これも多分一緒だよね。大体似てる。あー、いや、違うな。ちょっと違うな。あ、これおそらく、あの、裏？裏って言ってもわかんないかもしれないですけど、この先のね、あ、違うな。あー、なるほど。あ、痛いです、ミスりました。ん、あ、え、違う、え、あ、隙間、ちょ、待って、違うじゃん、これ違うじゃん、ダメじゃん。これダメじゃない、これはない、どうやればいいの、あら、これはバグっちょか？これ多分、この下にね、このバイクでバグで入れるんですよ。で、そのバグ使ってんで、柱をぴょん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 して、やったバグじゃないかな？そんな気がするわね。あら。これは無理だわ。よし、じゃあ今度は、かなり、隠すのに適してるって言ったらあれですけど、まあ、良さげな、こちら、失われた国、こちらでちょっとやってみたいと思います。ということで、ルイージ、どこ隠そうかな。ここ、正直あんまり僕、隠すの得意じゃないんですけど、その、隠す人が上手い人は本当に上手いし、かつ、あのね、ここね、バグで隠すのがすごい多いんですよ、ここ。だ、ちょっと正直難しいのはある。あ、お兄さん、どこ行こうかな。カックで行ってもいいんだけど、あのね、よくあるバグって言ったらあれなんですけど、バグがね、どこだったっけ、ここじゃなくて、なんか反対側からなんかめり込んでね、そのやるバグがあるんです。全然何言ってるか分かんないと思うんですけど、それがあるからね、ちょっとだから、オッケーオッケーオッケー、お金をおただきます、おただきって言っちゃったね。あたかもおだまき博士のようにおだまり、しょ、よいしょ、かっくれ、どこ飛ぶ、こっち、あー、ここ簡単そう。簡単そうだ。よし、じゃあここに置きます。あ、ダメ、じゃあ探しますか。ここはね、こういうのは危ないんですよね。一応やってみますか。まあ、これはバグでしょ。でもバグなんかなくなったとは聞いたんですけどね。この人？まずとりあえず降りますか。あー、バグっぽいなー、この下？ん？この下、だったらいけるか。はい。よいしょ。あ、痛い！よいしょ。で、よいしょ。で、こんなか？あ、見つかれた！これ、普通に行くか。時間あるから。時間あるんで、君をちょっと、やって、
こうしてみるか。見てみよう。本当にこの中にあるのか。ない！おいえ、おいえ。やった！マジで？マジでこんな短期間で遊ばれたの？嬉しい！ありがとう。よし、じゃあちょっともう一回風船探しますか。よかった、やってくれるんだ。じゃあちょっと、まあまあ現実的な。全然現実的じゃないんだけど、どっちも一緒なんだけど、これ、どうしよう。こっち、カービィ。カービィへの挑戦状。いくぞ、21秒。あ、間違え、始まった、始まった。ちょっと待って、待って。どこだどこだ、これより下、これより下。え、わっ。これこそ虫さんかな。虫さんが好きです。で、あ、違う違う。なんで、どこ、わかんない、私わかんない。あ、え、キノピオ隊長の裏か。最近難しくなってますね。